今日も誰かのヒーローにジャスティスさんです。お願いします。はい、本日の任務、 NG ネタ頼んだら全額おごり。まず、なんで4人かっていうところから説明するんですけど、ね、1本前の動画で2チームに当たりました。ライクンチームと俺チーム。ライクンチームはチーム信号機、俺たちのチームがバッテリーズ。そう、はい、まあ小中学校ね、野球いろいろやってきましたけど、ピッチャーキャッチャーを経験した4人が集まってバッテリーズって名前です。一応この内容としては、2チーム分かれてどっちが再生回数が稼げるか、はい、で負けた方が、まあ、坊主なりそういうそれなりの罰ゲームが待ってるということなんで、まあ見てくれた方いらっしゃいましたら拡散お願いします。お願いします。俺たちの企画は、まあ、まず最初に寿司屋行くんですよ、はい、回転寿司、まあ、それでプラス NG のネタ、はい、例えば、まあ、翔太、はい、マグロ頼んじゃダメっていうネタを俺たち3人で決めたとしたら、翔太が頼んでしまったら全額おごり、はい、めっちゃ食うよ。だから俺言ったけど昼食ってないから。そう、超腹減ってるよ。いや俺も2週間前が飯食ってる。おい、この曲してたんか。まあそれぐらい食えるっていうことで、まあかなり跳ね上がっちゃう金額が。かといって、まあ払いたくないからって言って、払いたくないから頼まないとかなし。まあそんな感じで、もう企画どんどんいっちゃいましょう。はい、それでは任務、レッツゴー。はい、ということで、まあまず、禁止ネタっていうのを決めていきたいんですよ。一人一個。はい、じゃ翔太から決めていこう。はい、NG ネタを。はい、いや、あいつ何食うんだろうな。あいつでも本当に渋いとこ行くぞ。アジっちゃね。行こう。アジって思った。思った。普通にアジって言うんだそうじゃね。翔太の NG ネタは、アジ。まあ、次はリュウシン行きますか。じゃあ、よーし。マジ頼むよ。マジ卵。マジ卵。分かったよ。あいつはどうするか。赤貝とか行きそうじゃん。全然粒が。赤貝とか行きそうじゃん。粒が。貝子。リュウシンの NG ネタは、貝類。じゃあ次のアイディア。オッケー。マジで俺ネギトロ大好きだから、ネギトロだけはマジ残しといて。あ、分かった。ネギトロもさ、いっぱいたくあんとかさ、種類あるわけ。あ、食いたいから。あ、オッケー。頼むよ。じゃあネギトロで。マグロやな。そうだね。普通のやつ絶対食うもん。なおくんは、マグロです。俺もヨシキのやつね、大体決まってんの。待ってよ。食いたいやつ。あいつコーンありそうだね。マジ、あー、絶対食うよ、絶対食うよ。あいつマジコイン食ってるイメージあるもん。あるだ、マジ。うん、コインしよう。コインしようぜ。これマジある。まあ、ある。マジで。これで、あいつが行った時一番ムカつくと思うよ。これマジで。ヨシキの NG ネタは、コーンです。まあもう早速、お寿司屋さん行きましょうか。よし。はい、ということで、お寿司さん。いや、それさ、それでもうさ、噛みすぎ、ちょっと一回待って、ベロ、ベロ切っていい、うん、ベロ切って、にぎにぎにぎ、よしきの生寿司。これ車の中でやろうとしてるんですよ。言うね、言うね、はずい。まあ、お腹みんな空かせてるんで、めっちゃどんどん食っていっちゃいましょう。よし、第一巡目、行ってきます。なおから選んでると。俺でいい？二つ頼んでいいんだろう。二つずつね。まずネギトロ好きなんで、一発目からネギトロ行ってみようと思います。おお、いいと思います。今ちょっと怖いんで、エビいきます。エビいきます。エビ、エビと、多分俺マグロじゃないと思う。ナオ君はマグロです。はいはい、硬いやつ見ちゃう。おこういう時だけね、ちょっと奥ネタ中トロいきます。エビと中トロいきます。俺もう決まってるんですか。ビビ、ビビんなよ。そうです。うぜ、おめえら。うわ、ザコ。ビビりすぎ、マジで。こういうやつが払いますから、ね、ガチでだるい、お前ら。どれにしよっか。おいすっごい。俺はもう、ホタテと、うん、粒貝。リュウシンの NG ネタは貝類です。おー、いいね。俺はイカです。おお、エビいきます。俺決まったやつか。ポン。おー、いいね。絶対ないもんね、コーンなんて。コーン絶対ない。お前コーン好きな。コーン好き。一緒だよ。いや、俺も好き。俺好き。いいな。みんな美味しそう。なんでなんで、ヨシキ君気配り上手。はい、自分寝た時点でダメですね。誰かお茶飲むの？何分何分？ナオ君、カットバイル。いただきます。来たんでね。はい、いただきます。この中に NG 誰かいる？いる。いる？いる？マジ？マジ？楽しんでこう。マジでとか。次からもどんどん頼んでるから。どんどん頼む。ね。どうせね、お前らね。タイとかなんか言うわけないんだよ。な、普通に考えて。まだ土壌のアプリで。ねえだろ、そんな。あるなんだよ。あること絶対知らない。もうコーンいただきますよ、じゃあ。うん、はい。コーン好きなんだ。好きだよ。
コーン NG だった場合、センスに。ヨシキの NG ネタは、コーンです。どうも、何を選ぶ。なんで大穴だよ、これ。大穴だよ。まあね、そうだよ、他の部類にも入んないわ、うん、もう一択だもんね。これでも、もしもヨシキがコーンだった場合、俺ら見る目あるってこと。逆に？だって、だからヨシキといっぱい S 字来てるっていう称号だよね。だから仲いいって称号はもらえるよね。逆に、いいね、他に。え、俺？え？こたつつぶやある。リュウシンの NG ネタは、貝類です。俺は？おめえあるよ。おめえだよ。俺もある。なお、サラデーガイ全部ある。ふざけた。開けました、リュウシンのこの意味は出す。すごいの来たら。すごい、すごい。ボクスモリ、ボクスモリ。だって絶対俺じゃないんだから俺。お前のも来たんだ。なんか、ったことあるだってみんな、ほら。めっちゃうまそうやろ、そのんな。やってる？はい。こっちなら見せんの？もうそろそろ誰か言ってんじゃない？ NG。いや、言ってるよ、絶対。正直、いるかいないかだけ、せーのに、よ。せーの、いる。そりゃいるだろ。ね、一緒にそうだったよ、多分。俺が持ってる人と一緒だと思うよ、みんな。ウイシンが高いの頼み始めたんで。あ、そうそうそう。だから、誰かいるのかなって、うん。これで言ってたらマジバカ。俺、これで間違ったら俺バカでーす。マジありません、こんなの。こっからはね、結構、早いペースで食っちゃうんで。でも他のもうね、だってもう出てるからダイジェストになるかもしれないね。うん、そりゃそうだ。うん。だって、迷うだからもう、あの、面白い話とかの時だけ、止まるかもしれない。うん、だから、この4人だから、このまま最後までダイジェスト。面白いんじゃないかな。ないか。もうエンディングになってる。うん、もう、ラストですね、これが。早く聞いて。最後のドラフトないの。オッケー。これはマジ、心して頼んだ方がいいよ。お前ら結構ビリー説あるよ。いや、ねえから。こいつな。よこの2人は、まあ、とりあえずマグロではないと思うから。うん、多分大丈夫。マグロ3、4つ。結構マグロ食ってるもんね。なおくんは、マグロです。もう、マグロのことを。腹くくった。もう、マグロではないと腹くくったから。なおくんは、マグロです。確かに、マグロ選ぶやつはいない。いないし、このマグロは。しかも多分、お前らの性格上優しいから。間違いない。あのね、俺を食えなく出さすってことはないと思うんだよ。マジでない。なおくんは、マグロです。で、リュウシンが、リュウシン個人的に、なんだろ、サーモンかい。マグロマグロはやばい、これ。マグロリュウシン一人で6食ってた。マグロ来た場合、お前、アウトだからね。絶対マグロじゃねえもん。はい、ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかった、普通に。美味しかった。ショートの NG ネタは、せーの、アジ。ああ。頼んじゃっけ。いや、一つ言っていい、アジねえさ、なんかすんの。アジない。ノーコンテストの説はあるん、これは。あったら頼んでた。あったら頼んでた。勉強もそうだって。勉強もそうじゃねえ、それ。これは勉強。見てないんだ。まあ、しょうがないです。まあまあまあ、でも確かにね、正直勉強不足であったよね。うん。次、なお。なお。これ実際何だと思う？何だと思う？俺はネギトロ食ったけどね。まあ言ってあげますか。せーの、マグロ。マグロ？ちなみに中トロもマグロが。まあそうだよ。中トロ大トロマグロ。ちなみに1貫目から何食ったか教えてくんね。俺一番最初マグロ。マジで？こちらです。でも食った数でしょ。うん、あ、そう、食った数まだ可能性あるよね。あるよ、あるよ。俺何、逆に。せーの、コーン。コーン。何だ、コーン。まあ、普通に食うのおもろい。普通に食ってお前一緒に一番アウトだよ。アウトだよ。マジで釣られてんだから、俺に。俺、わざとなった。じゃあ、でもね、俺とよここで話したじゃん、最初決めるとき。俺とナオが最初に、よしきコーンめっちゃ食わねって話になったんですよ。あ、マジで、コーンにしよう、そう。うん。でも俺、コーンちょっと離れてたんだよ。ちょっと頼もうって思ったんですよ。こいつ、俺の頭にコーンを植え付けてきたんだ。俺、わざと。あ、わざと。わざと。わざと俺がコーンを食べれば、もしかしたら、あ、俺コーン好きだから行くわ。うわ、やられた。言うと思ったら、まんまと言ってくれたから。バカだったぜ。でも、こうだった。俺コーン一杯だけなんですよ。だから、なおかつ。うっさ！はい、イェーイ。で、はい、ハムさんでーす。言ったけど、こいつも怪しいもん、全然。こいつが怪しい。マジ？せーの、貝類。1個、1個言う。
最初に頼んだ、うん、みんな3皿ずつ頼んだ、うん、何最初何か俺つぶ貝とホタテホタテもホタテ貝柱なのよ、うん、あ貝柱、ね、見たらね、うん、貝柱リュウシンは多分そんな意識してボタン押してないけど、うん、俺たちはちゃんとあのホタテ貝って書いてあるの確認したからだからお前言ったんホタテ貝柱ねホタテ貝柱そう言ってたわ言ってたこいつえ言ってるわって思って貝、うん、でも待ってお前らは同時タイミングそう同体同時タイミングドラフ一巡そうよ一巡だから数なんだよそうでも言っていい俺もうその時点で2頼んでるわけでしょ一回確認していい確認していいじゃあまずリュウシンが頼んだネタホタテ貝柱つぶ貝マグロ待って待って待って普通そこキモくねキモいね何3つです縁起のままじゃないじゃあ俺ナオミ、うん、ナオのエビ、はい、マグロはい、はい、1個ねタイマジンブラネギトロ、うん、2つ2だねえ待って待って待ってこれさ弱すぎんねキムだよまだ分かんない、うん、ホタテもまあまだ待って分かるじゃあ分かるでしょ名前で言うならね分かるオービーはちゃうやんじゃあ、グーグル先生に行くグーグル先生グーグル先生に行くそれはまあ、グーグル先生に任せよアワビ行きます、はい、お願いしますアワビは、うん、耳がいかの何耳がいかの聞いてこなと大型の巻き貝の総称無理です、救いようないです何巻いて貝キモい質問にマジでどっちということで今回のビリはリュウシン君でーす。お疲れ様でーす。何会って？なんかお会計もそれですね。ねえねえそのお会計とかで会議でしょ。いくらだったんちなみに？4人で9,040円。うん、最後まで動画見てくれてありがとう。9,000円の出費はでかすぎる。マジ破産確定。次の動画も見てね。バイバーイ。